ステファン・バック・ランドは、モーリシャス・フロレアル出身で短距離走を専門にしていた元陸上競技選手。100メートルで10秒13、200メートルで20秒06の自己ベスト持つ両種目のモーリシャス記録保持者。インド洋に浮かぶ小国モーリシャスが生んだ世界レベルのスプリンター。2003年に200メートルでアフリカ歴代3位の20秒06をマーク。 世界選手権とオリンピックの200メートルではメダル獲得こそないものの2004年アテネオリンピックで6位2001年エドモントン世界選手権で6位2003年パリ世界選手権と2005年ヘルシンキ世界選手権で5位の実績を持つ年間王者決定戦であるワールドアスレチックファイナルの200メートルには2006年と2007年を除くすべての大会に出場し 2008年、シュトゥットガルト大会では優勝して、自身初のビッグタイトルを獲得した。9月のシドニーオリンピックに出場すると、男子100メートルは2次予選で10秒26の組4着に、終わり、準決勝に進出できる組3着とは0秒01、差で敗退。男子200メートルでは準決勝まで進出したが、決勝に進出できる組4着までには、入れず、 20秒56の組6着で敗退した。7月のフランス語圏競技大会には、男子100メートルと200メートルと400メートル、リレーの3冠を達成した。100メートルでは、決勝で10秒13のモーリシャス記録を樹立し、2年前の1999年、セビリア世界選手権の100メートルで、銀メダルを獲得している、ブルニースリンを破っての優勝を成し遂げた。 8月のエドモントン世界選手権では、男子200メートルの二次予選を20秒23の、モーリシャス記録で突破。準決勝でも20秒15のモーリシャス記録を、樹立して決勝に進出したが、2位と7位が0秒05、差という大混戦となった決勝は20秒24の6位に、終わり、2位3位とは0秒04差でメダルを逃した。アンカーを務めた。 男子400メートルリレーは予選を38秒99のモーリシャス記録で突破したが、準決勝は39秒25の組7着で敗退した。8月にパリ世界選手権男子200メートルに出場すると、1次予選を全体2位の20秒38で突破。2次予選ではアフリカ歴代3位及びモーリシャス記録の20秒06を樹立して全体1位で突破。 準決勝は二次予選のタイムに迫る20秒11をマークして全体2位で2大会連続となる決勝に進出したが決勝では今大会で一番悪いタイムの20秒41をマークし3位とは0秒03差の5位でメダルを逃した9月14日に年間王者決定戦であるワールドアスレチックファイナル男子200メートルに出場するとジョシア・ジョンソン ショーン・クロフォードに次ぐ20秒44の3位に入った。8月にアテネオリンピック男子200メートルに出場すると、1次予選を全体1位の20秒29、2次予選を全体8位の20秒36、準決勝を全体5位の20秒37で、それぞれ突破。オリンピックで初の決勝に進出し、 決勝では今大会で一番のタイムとなる20秒24をマークするも6位に終わった。9月19日のワールドアスレチックファイナル男子200メートルに2大会連続の出場を果たすと、アサファ・パウェル、フランク・フレデリクスに次ぐ20秒41の3位に入った。8月にヘルシンキ世界選手権男子200メートルに出場すると、 3大会連続となる決勝に進出するも20秒41の5位に終わり、3位とは0秒10差でメダルを逃した。3月にコモンウェルスゲームズに出場すると、男子200メートルでは初めて決勝に進出。決勝は20秒47をマークしたオマー・ブラウンと、同タイム気差ありの2着に敗れ、ビッグタイトルをわずかな差で逃した。8月の北京オリンピックでは、 モーリシャス選手団の騎手を務めた。出場した男子200メートルでは準決勝で20秒48の組6着に終わり、2大会連続の決勝進出はならなかった。9月14日のワールドアスレチックファイナル男子200メートルに4度目の出場を果たすと、20秒57をマークし、ポールヘッション、ブレンダン・クリスチャンらを破り、31歳にして、 初のビッグタイトルを獲得した。8月の引退レースをもって現役を引退した。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。備考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。